初めての香港に到着しました。エアポートエクスプレスに乗ってます。チケット買うのちょっと大変だったんですけど、無事あーちゃんのおかげで乗れました。皆さんこんにちは、ライキムです。今回はシンガポールの帰りに3日間私のあーちゃんと香港に立ち寄りました。ぜひ最後まで見てください。ラキム、香港の街並みです。竹が多いです。これから麺を食べに行きます。人がめちゃくちゃいます。いただきました。この一番上のヌードル頼みます。1分くらいできました。早い。下にワンタンが沈んでます。めっちゃ麺がプチプチです。美味しい。このワンタンがめちゃくちゃやばいです。プリプリ、めちゃくちゃ美味しかったです。よし、次はどこへ行こうかな。エッグタルト、ソールドアウト。ガーン。エッグタルトは売り切れてたので、近くの小籠包行きまーす。の、来ました。ここも来たかったとこでーす。小籠包楽しみー。あ？うわー、すごーい。美味しそう。でかいね。結構大きい。1個200円の高級小籠包です。おー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 やばいやばい、重たない、重たない重たない、いけいけいけ。どうでしょうか。熱い熱い、熱さに注意ですね。これはめっちゃ熱い。うわー、これやけどのやつや。熱すぎるのでお茶みたいにして飲んでます。ここもエッグタルトが人気だそうです。あるかな。残念ながら売り切れてました。10時半に焼き上がるそうです。今から夜のお出かけします。どうですか、あーちゃん。地下鉄めっちゃ綺麗。綺麗だよね。すごい綺麗。びっくりしました。香港はこのオクトパスカードでチャージしてスイカみたいにタッチして交通機関とかレストランとかも使えます。あ、じゃあタッチします。ピッ。おー、できた。ヒュー、イエーイ、できたぜ。バーに来ました。おしゃべり。お、外いいですか。おはようございます。おー、すごい。どこでもいいのかな。香港です。すごい。生ライブもやりながら飲めます。メニューはこんな感じです。何飲もうかな。おしゃれ。いっぱいある。この白いのはココナッツでした。おいしい。すごい。何してんだろう、みんな。なんか渋谷みたいだね。とりあえず渋谷系。なんか普通に座ってる人とかいるよ。
謎に。なんか外国人が初めて渋谷来たみたいな感じだわ。確かに。なんかタイみたいだね。タイっぽいね。わかるわかる。すごい盛り上がってまーす。セブンで天使見つけました。夜中の天使。イエーイ。美味しそう。買ってみよう。いただきます。これから美味しいご飯食べに行きまーす。行きたかったのはこちらでーす。いっぱい並んでます。これを頼みます。2秒くらいで出てきました。早い。グースってなんだっけ。カモ、ガチョウ。これで1杯1400円くらいです。ちょっと高めです。なんかつけてたので、ま、頼んでもらいました。梅っぽい、うん、梅なの、うん、ブラウン、うん、そう、梅ライス、うん、じゃあつけてみます。うん、グッド、うん、本当だ、クラムっぽい、うん、うん、麺は結構ツルツル系で、これは皮とかめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと骨多めだけどめっちゃ美味しい。香港のなんかいろんなの売ってるところに来ました。めっちゃなんかゴキブリのなんかやつとかある。なんか意味わかんない。ファスナーだけが売ってたり、不思議。なんか可愛いのあるかなと思ったけど、ちょっとよくわかりません。あっちゃん可愛いのあった？可愛いのないないないそうです。なんかお土産が売ってるかなと思ったんだけど、ちょっとよくわかんない通りでした。あーちゃんが来たことあるマッサージ屋さんに来ました。世界で一番おすすめのマッサージ屋さん。世界で一番だって。記憶上。でも結構高めで1万円です。高いね。物価が高いね。なんか鼻が入ってる。すごいいい匂いする。本当だ。マッサージでーす。なんかエッチなマッサージじゃないよね。大丈夫。大丈夫です。マッサージしてまーす。すごい気持ちいい。気持ちいいです。うん。なんか粉雪のようにライキムの角質が落ちてます。すごい。今日はこんな感じでした。この中にヤムチャがあるそうなので、ヤムチャ食べに行きます。あー、ヤムチャ来ました。ホールの2階にあります。かわいい。ヤムチャに来ました。ここついてます。ましたー、かわいい。すいません。おー、あ、すごいすごい。あー、かわいい。かわいい。かわいい。せーの。いやー、すごーい。あ、やばい、こっちも出てきた。ちょっと、箸で刺すからだよ。サービスなのか何なのか、いきなりこれを渡されました。わーやばい。鳥かご食べます。うん、これも食べます。うん、うん、本当だ。ザラザラしてる。なんかね、うん、クリームカスタードのちょっとザラザラしてるバージョンみたいな。中は結構汁が多めのカスタードみたいな。いただいたひよこさん、すごいあったかいです。食べてみます。パイナップルケーキみたい。あ、それだ、うん、それだ。なんじゃないの。
美味しい。合計で147ドル香港ドルでした、2000円とかかな、2000円か3000円くらいでした。日本の外は24度くらいです。中はめちゃくちゃエアコン効いてるので上着とか持ってきた方がめちゃくちゃベストです。結構寒いので気をつけてください。中に来ました。めっちゃ綺麗です。あ、セフォラあるじゃん。セフォラもこんな感じです。明日のディズニーの服見ようかと思って来ました。持ってこいよって感じですけど、ちょっとやっぱ買ってみます。ザラに来ました。安定のザラ。なんかいいのあるかな。でも中国っぽい、日本と違うのかな。この、なんかお花柄ですね。嫌いじゃない。え、でも500だから。なんか中国っぽいね。2万円？そうでしょ、2万円？え、2万円？2万円する。え、高っ。2万円弱だね。1万8000円。めちゃくちゃ高いザラじゃん。高いぞ。お、困ったぞ。お金ないぞ。日本の方が安いぞ。安い。どういうことやねん。こういうのだと安いじゃん、さすがに。さすがに89、1800円、1000、うん、とか。お安いじゃん。これいいじゃん。おお。どうですか、1800円。ちょっと高いっすね。で高いっすね。それに1800円ちょっとかけたくないですね。あら、そういうのは持ってきたので、さすがにこれいくらかな。79、1400、あ、1600円。うーん、なザラでした。このモールは高すぎたので残念です。そんなにしかも服もありませんでした。ホテル戻ります。うわー、チムサーチョイ。新宿みたいな感じだそうです。ひどいっぱい、ひどいっぱい。このスタバに来ました。え、ホールではあれだったよね、マーライオン。うん、旧正月ライオンダンス。これなってる。ヤムチャになる。ヤムチャ。すごい。すごい。かわいい。とかいろんな。すごい。おー、ハロー。あ、テイクアウト。テイクアウェイ。テイクアウェイ。オッケー。What size would you like? トール。What size ice?アイスシェイクティーレモネード。レモネード、OK。スペーティーウーロンティー or ヘイビスカップ。え？ティーレモネード、スペーティーウーロンティー and ヘイビス。ウーロンティー？ Yes。え、スペーティー or ウーロンティー or ヘイビスカップ。ヘイビスカップ。OK。33ドルです。初めて香港で頼んだのはハイビスカスのメドティー。どんな味でしょうか。今からアイバーというバーに行きます。やばい、人が。しかしすごい。あーちゃんの特別タイム。あ、早く来ないと結構いっぱいになっちゃいます。ようやく一席空いてたので外に行けました。バイバーイ。すごい、100万ドルの夜景でございます。夜景でございます。今日は積もってるから35万ドルくらいです。最高です。綺麗。なんと一番先の席を店員さんが呼んでくれました。嬉しい。8時のショーに間に合いました。嬉しい。やばい、100万ドルの夜景と私です。もうそろそろショーが始まります。もう8時回ってるんですけどまだです。もう船が集まってきました。これは始まりそうで予感です。100万ドルです。綺麗だね。お店の
人が働いてて初めてで、ショーやってない日初めてなんだけどって。てかそんなことあった逆に強くないうちら気がすごいよね。おかしいな。話、とりあえずご飯食べに行きまーす。今エレベーターに乗ってる香港の人に聞いたら調べてくれて、わざわざ毎日やってるよって言われて調べてくれたら今日だけやってないテンポラリークローズって、そうだけどね、え意味わかんない。もう最悪な日エンジョイでもエンジョイ香港って言われて、うーんみたいな。せっかくで待ってたのに、ね、エンジョイ、まあエンジョイするけどするけどショックすぎるよね。だってうちら1時間くらい1時間以上待ってたのに、そうショックすぎるけど、まあもうしょうがない。北京ダック食べ行きまーす。爆買いしてきまーす。北京ローに着きましたー。すごい。北京ダックついに。だね。うんうん、うん。いくらか。6000円弱。5000円くらいか。じゃあこれでいいか。うん。北京ダック。よし、じゃあ行きますよ。じゃじゃーん。川。2枚の店を、うわやばい、贅沢に。私めっちゃ複合の食べ方だね。やばい、うまいよね。おいしい。うん、皮とかめっちゃおいしい。あ、わしも行きます。こう来たのでこれ入れた、うん、癒される。です。美味しそう。やばい。最高。丸ごと食いしてみて。うまい。丸ごと食いしてみます。チュルンチュルンめっちゃうまい。やばくない？丸ごと食い。やばいっすよ。汁破裂。丸ごと食いやばい。うまっ。うわ、あれか、見れなかった後だから余計。なんでうちら今年これついてないの？ついてない、マジで。ドンマイの意味でチャンネル登録お願いします。皆さんお願いします。かわいそうでしょ。かわいそうだ。最高です。やばーい。ラーキム、次回のラーキム YouTube は、いい、ね、到着しました。次回もお楽しみに。チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネル登録よろしく頼む。ついでに高評価も押してね。お願いします。